猫好きによる猫のための猫マインクラフト、それがデブ猫クラフト、ボッキーです。どうもこんばんは。いやー、すっごい始まり方だよね。噛まずによく言えました。ということで、前回ですね、この猫ちゃんに名前をつけて、リスちゃんという名前をつけました。まあ、リスちゃんというのはこのサブチリスのリスですね。で、前回最後の方にね、汚いね、デブ猫のうんこをね、取ったんですけど、こちら実は肥料になるらしくて、こういう、なんていうの、作物に、与えるとですね、すぐに成長するらしいんで、ちょっと見てみましょうか。いきますよ。せーの、ぽい。おお、キラーってなった。え、でもこれ1回じゃまだ成長しきりませんね。2回やると、あー、なるほど。これで収穫できる。いや、まだだな、これ。あ、これでマックスか。これで収穫できる状態か。あー、なるほど、なるほど。そうやって、いけるってわけですね。だから、デブ猫のね、うんちは別に臭いだけじゃない。汚いだけじゃないという。素晴らしいですね。なので、いっぱいうんちしてくれという感じです。おら、お前逃げ出そうと、なんでなんで、え、なんで、あ、そうか。前回のコメントでいっぱい言われてたんだよ。こっから逃げますよって。案の定逃げたんだけど。おい、お前絶対動画のコメント見てるだろ。おい、実は見てるだろ、ほんとに。ね、帰ってきてお願い。ちょ待てよ。こっちも崩して、中にいるよ。落ちんな。オッケーよくやったぞ。そして、ちゃんとね、閉めます。オッケー、これでいいですね。で、周りが危険なので、さっき、しまった、このかまどは、ちゃんとね、出れないところに、置いておきます。ここにトライアングルを作る。トライアングルなんで。何言ってんでしょう。あれ？おー、結構移動早いね。前回ね、これ育ててこうって思ったんですよ、動画外で。小麦をいっぱい。ですが、デブ猫の卵、あれ、うんこで、一気に育つことが分かっちゃったので、やめました。はい。ここら辺タイムつけとこう。暗いんでね。そして猫ちゃんね、このベッドの上がほんと好きなんだよね。で、ベッドの上に乗ってる状態で寝るとですね、皆さん行きますよ。ほら、見えないな、顔が。ちょっと、これ、このボタンどけてくんない？どっかに。見えないんかい。なんだよ、顔見えると思ったわ。その内装をだいぶ整えています。上の方もね、内装整えて、結構いい感じになってきましたよね。そしてここもね、うまくやったので、オーシャンがビュービューしてますね。で、2階を作りたい。今2階を作りたい欲がやばくて、まあ、2階にね、こういう作業台とかを持っていこうって思うんですけど、今回ちょっと建築もしていきます。ここから2階に上がれるようにしましょう。さあ、階段部分はできました。皆さんびっくりでしょ、この階段の作り方。こんな斬新な階段見たことありますか？まあね、ここどうしてもね、太陽の光を入れたかったんですよ。まあ、なので、ここにこう階段を作って、まあ、ここはちゃんと半ブロックを置いて、登りやすくします。そして、こうやって曲がってね、こっちに行くと。で、ここに、一軒またね、こう、建物を作る。そういう構想となっております。はい。素晴らしい家でしょ。でも、ちょっと不格好になっちゃうかもしんないって思うでしょ、今。今思った人いるでしょ。ポッキー、それはないわ、みたいな思った人いるでしょ。それをね、うまくするのが匠であり、ポッキーなんですよ。さあ、デブ猫ちゃんどこ行った？待って、これに、待って、上にいる？もしかしてデブ猫ちゃん、あ、危ない、デブ猫ちゃん危ない、ちょっとそんなとこにいた、危ないじゃん。ああ、嘘、え、なに、え、リス、リス、え、ちょ、待って、リス？え、もう、なにこれ、もう、はぁ、うす、もう、もう、最悪、もう、もう、あいつ、なんで上から、ちょっと、マジで言ってる？嘘。え、リス死んだ？ね、もう、やだ、俺、ほんとやだ。もう、一気にこのパートどうでもよくなった。もう、ちょっと待って、マジかよ。とりあえずだよ、家、ちょっと修復するか。もうそれしかないもんね。どうしよう。もう一回釣り上げる。でもリスとの別れ、きつい。めっちゃきつい。マジかよ。めっちゃ悔しい。とりあえず家は修復できたけど、いや、俺の心の傷は全然修復できてないよ、本当に。
マジでどうしようこれ。嘘。何のために作った絵なんだよ。マジか。もう一回釣り上げる。でもリス、なんで俺こんなリスに感情移入してんだろうってくらいリス感情移入してる。いや、もう一回絶対釣り上げてみせる。この池で俺はそう決めた。そして俺は漁師となる。ということで、ご視聴ありがとうございました。とてもね、悲しい回になってしまいまして、申し訳ない、本当に。いや、マジかって感じなんだよね、本当に。すっごい頑張ってさ、出会ったさ、子だったからさ。でも、絶対もう一体、僕は釣り上げたいと思います。ちょっと、もう、戻せないんでね、もうどうにもなんないんで。ということで、次回、釣り上げたら、次回のパートが上がります。あ、来た。あ、ミスった。次回釣り上げたらこのパートが上がるんで、次回パートが上がるんで、よければ見ていってください。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ高評価してってね。ではまた次回お会いしましょう。絶対忔れないから、この声、悔しさ。じゃあ、バイバイ。